こんにちは。転売アカデミー堀秀夫です。オーストラリアアマゾンで月30万円稼ぐ7ステップ。オーストラリアアマゾンで月30万稼ぐのにね、何をやっていくかというのをね、ちょっとざくっとご説明します。まず1番、ペオニアまたはワールドファーストアカウント開設。これはオーストラリアの銀行口座がなくてもアマゾンオーストラリアの売り上げを受け取るためのアカウントを作ります。これ無料で作れますんでね、まずこれを作ります。2番、オーストラリアアマゾンのアカウント開設。3番、ダイソー商品を買う。4番、FBA 納品設定をする。この FBA 納品設定をして発送することによってですね、その後の個別の売れた後の集金、梱包、発送、それからクレームがあった場合の処理、これを全部アマゾンがやってくれます。FBA 納品はね、直接オーストラリアの Amazon の倉庫には送れませんので、一旦オーストラリアで荷物を受け取ってもらって、そしてオーストラリアから Amazon の倉庫に発送する必要があります。このためのね、オーストラリアの、FBA 納品のための転送拠点は作ってあります。5番、Amazon オーストラリアで売れた商品を補充して再販売すると。売れた商品をね、まず1個送りましてね、それが売れたら次は3個買って納品します。6番、Amazon オーストラリアで売れた商品の類似商品も FBA 納品すると。売れた商品と似てる商品ね、これはやはり売れる可能性が高いんで、似てる商品もね、1個ずつ、最低3種類、できれば5種類買ってオーストラリアに送ります。で、7番、利益が月額30万円を達成するまで5と6を繰り返す。補充と、類似商品を、納品するというのをね、芋づる式に増やしていきます。本当これだけの作業で、オーストラリア、アマゾン、FBA が始まれば稼げます。ところが、今はね、オーストラリアに直接送るとなると、EMS で発送しなきゃいけないですし、ちょっとね、これは FBA が始まるまでは、この簡単に行く、簡単にはいかないと。じゃあその間何をやってるかってことなんですけど、リストアップ、オーストラリアで売れる商品のリストアップといってもね、最初ダイソー商品の中で儲けやすい商品をね、買って送るだけなんで、リストもね、正直1ヶ月もかからないで、作れちゃいますんで、あとは暇だと。で、オーストラリア、アマゾンがね、このタイミングですぐ始まってくれればいいんですけど、すぐ始まるのか、あるいはね、来月始まるのか、もしかしたらもうちょっと先になるのか、わからないんで、それまで何もしないというのもね、どうかなというんで、その間何をするか。A パターン、Amazon オーストラリア、または eBay オーストラリアで、1件3000円以上の利益が取れる商品を販売する。これはね、ダイソー商品で、1件何百円の利益を積み重ねて、30万稼ぐというのと比べると、商品は見つけにくいんですけど、日本に住んでればね、見つからないこともないということでね、この商品を探す。これが A パターン。で、B パターン、US Amazon でセブンステップの作業をすると。ダイソー商品には限らないんですけど、やっぱり初めはね、100円で仕入れられるダイソー商品がおすすめです。その商品でね、さっきの7つのステップの作業をすると。で、C パターン、本業があれば YouTube を使った集客で利益を増やすと。何かもうすでに物を売ってるとか、あるいはお店をやってますとか、あるいは資格を持ってます、整体やってますというような場合はね、そちらの方に YouTube を使った集客で利益を増やすというのをね、せっかく、YouTube で集客してる、このね、コンサルも今作ってる動画も YouTube で結局発信して、コンサルティングを受けてますんで、私は。その、ノウハウをもとにね、会員さんの、本業の集客のお手伝いをするという、この3つのパターンが主に考えられます。これだけじゃないんですけどね、ざくっとこんな感じで、Amazon、オーストラリアの FBA で儲けていただく、あるいは儲けていただくまでに、ABC のパターンで、稼いでいただくという形になります。この7つのステップ、
あるいはね、ABC を次の通りサポートします。1番チャットワークサポート。これは回数無制限です。で、2番スカイプサポート。これはね、月2回、1回45分予約して、スカイプ、あるいは電話でお話しします。まあ、商品探しとかね、まあ、集客の組み立てだったら、まあ、その、どういうターゲットを作って、どんな打ち出しでね、集客していくか、まあ、そういったことをサポートしています。これらのサポートはね、メールとか電話でもサポート可能です。まあ、チャットワークとかスカイプの方がスムーズなんですけど、チャットワークとスカイプ使えないんだとね、使えるまでサポートしませんと言うんじゃね、なかなか話が先に進まないんで、メール、電話でもサポート可能です。4番、サポート内容にジャンルの制限はありません。まあ、このね、C の本業があればそちらの集客もサポートするように、あるいは、実はメルカリで儲けてるとかね、輸入して独自ショップで売ってますという場合もね、そちらのサポートなんかもさせていただきます。なるほど、ね、輸出ビジネス、やっぱりね、市場の小さな、日本でやるよりは、それは稼げるだろうという方はね、まあ、この機会に、オーストラリア、アマゾン始めるためにね、まずは、こちらのメールマガジン、ね、登録して、無料で情報をチェックしてみてください。この上に戻るとね、この無料アマゾン輸出メールセミナーという括弧がありますので、メールアドレスとお名前を入力して登録ボタンを押してね、まずはメールセミナー受講してみてください。登録は無料です。配信も無料で行っています。以上、転売アカデミー堀秀夫でした。